太田のお宝を探して発見隊がやってきたのは東急池上線の蓮沼駅。駅前を歩いていると何やらレトロな雰囲気の建物を発見。早速中を覗いてみると、木目調のデザインで統一された素敵なロビー、さらにその奥には大正ロマンの香りが漂う大浴場が。ここってもしかして銭湯ですか？ということで今回の太田のお宝は大田区の進化系銭湯。大田区は区内に39の銭湯がある都内最多の銭湯天国。昔ながらの宮造りの銭湯をはじめ、最新設備を備えた新しいタイプのお風呂まで、そのスタイルもバラエティーに富んでいます。蓮沼駅から徒歩2分のところにある創業53年の老舗銭湯蓮沼温泉は、昨年12月に店舗をリニューアル。大正ロマンをコンセプトに生まれ変わりました。木のぬくもりが感じられる木目調のロビーに色鮮やかなステンドグラスが埋め込まれ、開放的な雰囲気の脱衣所、浴場の洗い場には季節の草花が描かれた木のプレートがはめ込まれており、鏡の横に設置された丸型のライトが温かな光を放っています。浴場の壁には銭湯には珍しく深い山間を流れる雄大な滝の絵が描かれており、まるで森林浴をしているような気分でお風呂を楽しむことができます。日本の良さを出したいなっていうところで、大正時代の大正ロマンをコンセプトに作ってみました。で、日本の良さって何かっていうと、木の良さ、それから技術の良さ、たくさん木を使う、それから漆喰で仕上げてみたり、だけれども最先端のものをちょっと取り入れるというところもあります。ここでの入浴を通して大田区の銭湯文化を体感してほしいという店主の近藤さん。また同じく蒲田にあるこちらの蒲田福の湯も一昨年リニューアル。実はこちらの銭湯ではお風呂上がりにあるものが食べられると人気を集めているんです。それがこちらの手作りピザ。リニューアルを機に銭湯を継ぐことになった4代目店主岡崎健二さんが、一昨年の6月から週末限定で始めたもので、ピザの種類はマルゲリータやアメリカンなど5種類。フロントの横に設置されたピザ窯でご主人自ら焼いています。最初は自分だけのピッツェリアを持ちたいと思ってたんですよね、独立して。でちょうど母親がここ壊して新しい銭湯をやりたいっていうのと一緒になったので、一緒にやっちゃおうっていう。まずまずじゃないですか、やっぱり美味しいって言っていただけることが多いので。コンパクトながら明るく清潔感あふれる浴場でゆっくりとお風呂を楽しめる蒲田福の湯。ここで岩風呂やジェットバスを楽しんだ後は、冷たいビールと一緒に美味しいピザに舌鼓。それが蒲田福の湯での定番になっている方も多いようです。都内最多の数を誇りながら、それぞれの個性がきらめく大田区の銭湯。その中でも独自の取り組みで大田区ならではの銭湯文化を発信している進化系銭湯。これぞ太田のお宝です。